メインフレーム時代の定番ラインプリンタである IBM1403 ラインプリンタ。ラインプリンターは別の行に進む前にテキストの一行全体を印刷する形式のプリンタである。初期のラインプリンタのほとんどはインパクトプリンタであった。ラインプリンターは主にタブレーティングマシンやデジタルコンピューティングの初期の時代に関連しているが、この技術は現在でも使用されている。 1950年代には毎分600行の印刷速度を達成し、あと 2200LPM にまで高速化した。ラインプリンターは一度に完全な行を印刷し、印刷速度は毎分150から2500ラインの範囲を持っている。ラインプリンターの種類には、ドラムプリンター、バンドプリンター、チェーンプリンターがある。 非インパクト技術も使用されており、1970年代と1980年代には、サーマルラインプリンターが普及し、一部のインクジェットプリンターとレーザープリンターは、一度に一行、または一ページの出力を生成するため、他の非衝撃技術を使用している。デイジーホイールプリンターや、ドットマトリックスプリンターなどの多くのインパクトプリンターは、文字を印字する印字ヘッドを使用し、 行全体を印字するために印字ヘッドを移動していた。ラインプリンターは各インパクトが行全体を印刷するため、はるかに高速である。ラインプリンターの主要な設計は5種類ある。これらの印刷方法はいずれも騒音が大きいため、すべての設計のラインプリンターは様々な吸音ケースに格納されていた。プリンターのいくつかの設計は同様の特徴を持っている。 ドラムプリンタードラムプリンタードラムプリンターの代表的な初代。上下の揺れが見られる。ラインプリンタードラムの部分拡大。典型的なドラムプリンターの設計では、プリンターが印刷できる列数と一致する数の印刷ホイールが並び、その外周に固定フォントの文字セットが刻印されている。大きなドラムを形成するために結合されたホイールは高速で回転し、 紙とインクリボンは印刷位置を通過するためにステップされる。隠れつの書籠の文字が印刷位置を通過するとハンマーが用紙を裏面から叩きリボンとドラムに用紙を押し付けて書籠の文字が連続紙に記録する。アザ型を乗せたドラムは常に一定の速さで動き続けるためハンマーの打ち込みと交代動作は非常に速くなければならない。ハンマーは一般的に 可動部に取り付けられたボイスコイルによって駆動される。多くの場合、文字配列はドラムの周りでずらされ、列ごとにずれている。これにより、ダッシュの完全な行のような、すべての列で同じ文字からなる行を印刷するときに、すべてのハンマーが同時に打ち込まれることを防ぐ。ただし、印刷された項はドラム上の文字レイアウトと一致する。低コストのプリンターは、 各列にハンマーを使用しない代わりに、ハンマーが一列置きに用意されており、ハンマーバンク全体が追加のボイスコイルによって駆動されて、左右にシフトするように配置されている。この形式のプリンターでは、文字ドラムを完全に2回転させる必要があり、1回転がすべての奇数列の印刷に使用され、もう1回転がすべての偶数列を印刷するために使用される。 ただし、利点として、ハンマー、磁石、および関連する駆動電子機器は、チャンネル数の半分だけが必要である。CDC 製の低価格プリンターは、ハンマーバンクを静止させたまま、用紙を横方向に移動させることで、同じ目的を達成する。データプロディックス社は、ドラムプリンターの典型的なベンダーで、ハンマーのフルセットとハンマーのハーフセットの両方を、 備えた類似モデルを多く販売していた。チェーンプリンターチェーンプリンタープリンターとも呼ばれるは水平方向に移動するチェーンまたはトラック上に活字を配置する。ドラムプリンターと同様に正しい文字が角列を通過すると紙の後ろからハンマーが打ち込まれる。チェーンプリンターの利点としてドラムプリンターに比べてオペレーターがタイプチェーンを変更できることがある。 さらなる利点は適度に直線的な印刷を実現するため必要となるライン内の文字の縦方向の位置合わせが非常に正確なハンマーのタイミングを必要とするドラムプリンターよりも大幅に改善されることである。また文字セットが小さいチェーンを選択することによりチェーンが大文字と小文字のアルファベット、数字およびすべての特殊記号が含まれる場合よりもはるかに高速に印刷できる。 これは、チェーン内に出現する数字の活字の数が増えることで、正しい文字が通り過ぎるのを待つ時間が大幅に短縮されるためである。可能性のある入力の頻度分析によると、一般的な文字や記号は、チェーン上に高頻度で出現する。また、これらのプリンターで原始的な曲を演奏するために、チェーン上の文字並びにプリントアウトの無意味なタイミングを合わせることも可能で、 原始的なピアノのようなものである。IBM はおそらく最も著名なチェーンプリンターのメーカーで、IBM1403 はチェーンプリンターの最も有名な例である。プリンターバンドの一部分。背景のテストプリントアウトは、奥側が文字で手前側は、ハンマー飛行時間である。バンドプリンターバンドプリンター,ンンターンは、チェーンプリンターのバリエーションで、 チェーンの代わりに薄いスチールバンドが使用され、バンドに文字がエンボス加工、またはエッチングされている。繰り返しになるが、様々なバンドの選択は、通常、様々な文字の組み合わせで利用できるため、一般的に印刷される文字に合わせて、最適な文字セットを選択できる。データプロディックス社は、バンドプリンターの有名メーカーで、 プリンターの1分あたりの印刷ライン数を表す、モデル番号を持った B300、B600、および B1000 シリーズがある。B300 は事実上、B600 であり、ハンマー数が半分で2文字につき1つある。ハンマーバンクは1文字の位置を前後に移動するため、各項にすべての文字を印刷するにはに回転する必要がある。バープリンターバープリンター,ー,ンターンは、 チェーンプリンターに似ているが低速で安価であった。チェーンが一方向に連続的に動くのではなく、文字は紙の前で左から右へ、次に右から左へと動くバーに取り付けられたクシ派に設けられた。例としては IBM 1443がある。共通の特徴3種類の設計すべてにおいて、ハンマーのタイミングは非常に重要であり、 プリンターのメンテナンスの一環として調整可能である。ドラムプリンターの場合、ハンマーのタイミングを誤ると、文字が列の水平方向に正しく配置されていても、印刷された項が垂直方向に揺れる結果となった。トレインプリンターおよびバープリンターの場合、ハンマーのタイミングが正しくないと、文字が水平方向にずれるため、垂直方向に水平に印刷されているにもかかわらず、 次の文字に近づいたり離れたりして印刷されてしまうという問題があった。ドラムプリンターの垂直方向の位置ずれは人間の視覚にはより顕著で煩わしいものである。ほとんどのドラムプリンター、チェーンプリンター、パーアッププリンターは最大132列まで印刷できたが一部の設計では80列しか印刷できず、その他に160列まで印刷できる設計もあった。 櫛型プリンターは、ラインマトリックスプリンターとも呼ばれ、1文字のドットマトリックスプリンターと同じ方法で、個々の文字の代わりにドットのマトリックスを印刷するものだが、ハンマーの櫛を使用して、ピクセルの行全体の一部を一度に印刷します。櫛を前後にわずかにずらすことによって、ピクセルの行全体を印刷することができた。その後、用紙が進み、次のピクセル列が印刷された。 従来のドットマトリックスプリンターに比べてインジヘッドの動きがはるかに少ないため、これらのプリンターははるかに高速で利用可能な文字セットに制限されることなく、形成された字体のラインプリンターと速度で競合し、ドットマトリックスのグラフィックスや可変サイズの文字をプリントできた。プリントラーニックスとタリージェニコームは串型プリンターの著名なベンダーである。1949年。 IBM は1分間に150行の英数字を印刷できるホイール印刷メカニズムを備えた IBM407 会計機を発表した。120の印刷位置のそれぞれには電気機械制御下で回転する独自のタイプホイールがあった。すべての印刷位置が定位置になると印刷用のハンマーがホイールをリボンや紙に叩きつけた。407 またはそのホイールラインプリンターメカニズムは IBM 650、IBM 700、7000シリーズのほとんどのメンバー及び1965年に最後に導入された IBM 1130を含む様々な初期の IBM コンピュータに接続されていた。用紙交換するように多いを開いた IBM 1403プリンター。用紙の両側にある ホームトラクターと右上のキャリッジコントロールテープに注意。プリントチェーンは右下の解放扉の全幅リボンで覆われている。グリーンバー用紙すべてのラインプリンターは切断されたカットシートではなく箱に入ったファンフォールド連続用紙を使用していた。この用紙は通常必要に応じてカットシートに裂けるようにミシン目が入っており、一般的に白と薄緑の領域が 交互に印刷されていたため、読者はページ全体のテキスト行を簡単に覆うことができた。これは初期のコンピュータ時代を支配した象徴的なグリーンバーや譜面形のフォームであった。事前印刷されたフォームも一般的に使用されていた。システムオペレーターの一般的なタスクは一つの印刷ジョブが完了し、別の印刷ジョブが開始されるときに、 ある紙のフォームから別のフォームに変更することである。ラインプリンターの中には、プリンターに注意が必要な時に、自動的に開くカバーがついていた。標準的なグリーンバーのページサイズには、81インチのポートレートフォーマットのページがあり、通常は80列66行、または88行で印刷され、1411インチのランドスケープフォーマットのページは、 通常百三十二列六十六行または八十八行で印刷された。また十四八インチのランドスケープフォーマットのページも一般的でよりコンパクトなページで百三十二列六十六行を可能にした。これらの連続した用紙はトラクターによってプリンター内を進められた。プリンターの高度な技術にもよるが単にプリンターの上部に二つのトラクターがあるかまたは 上部と下部にトラクターがある場合がある。トラクターの水平位置は通常様々な用紙に対応できるように調整可能であった。IBM の初期のプリンターはフォームを動かすために油圧モーターが使用されていた。後のラインプリンターでは通常高速サーボ機構がトラクターを駆動し用紙を非常に迅速に位置決めして高ごとに用紙を進めたり 次の用紙の先頭に移動したりする。より高速なラインプリンターでは必然的にスタッカーを使用してプリンターから出てきたファンフォールドフォームを折り返して積み重ねていた。紙の高速運動はしばしば大きな静電気を発生させた。ラインプリンターではこれらの蓄積された電荷を放電するために様々な放電ブラシやアクティブ除電装置が頻繁に使用されていた。 多くのプリンターは ASA キャリッジ制御文字をサポートしていた。これは印刷された行の間で用紙をどこまで進めるかを指定することにより用紙を限定的に制御することができた。垂直方向の書式送りには用紙キャリッジ制御テープループから完全に電子化されたタブシミュレーションまで様々な手段が提供された。IBM402 及び403回契機に タイプバーラインプリンターが搭載された。IBM407 ホイール機構をベースにした IBM716 ラインプリンターが、マーキュリー計画の間、NASA のゴダード宇宙飛行センターの IBM7090 メインフレームに接続された。1910年の国勢調査のために、米国国勢調査局によって作られたタビュレータは、その結果を印刷できた。それ以前は、 集計機オペレーターはカウンターホイールからの合計を集計シートに書き留めなければならなかった。IBM は1920年から一連の印刷会計機を開発した。285ニューメリックプリンティングタブヤレーターは毎分150枚のカードを読み取ることができた。1934年に発売された405は毎分80行で印刷できた。 各印刷位置に1本ずつ88本のタイプバーがあり、左に43本の英数字バーがあり、その後に45本の数字のみのバーが続いていた。第二次世界大戦後に導入された IBM402 シリーズは同様の印刷配列を持ち、IBM カードプログラム電子計算機などの初期のコンピューティングデバイスで使用されていた。百五十二年に導入された IBM の最初の商用コンピュータ IBM701 はタイプホイール IBM407 会計機をベースにしたラインプリンター IBM716 を使用していた716はその後の主流コンピュータである IBM700-7000 シリーズに組み込まれた初期のドラムプリンターは1952年のポッターフライングタイプライターである一度に一文字ずつ 手間をかける代わりに紙のバンドに毎分300行を全行一度に印刷する。マシンの心臓部は必要な文字と数字が円についた連続回転ディスクである。ディスクが回転すると80個の電動ハンマーがディスクと接触しているインクリボンに紙の裏側から叩きライン上の適切な位置に適切な文字を印刷する。の LP と LPR コマンドの名前は ラインプリンターという用語に由来している。同様に他の多くのシステムではこれらのデバイスが実際にラインプリンターであるか他のタイプのプリンターであるかに関係なく印刷デバイスを LP、LPT または類似したものと呼んでいる。これらの関連はフォーマットされた最終出力をラインプリンター時代には多くの場合、 紙にも印刷されていたが、ラインプリンターでは印刷されていなかったシステムからの通常の対話型出力と区別するためのものであった。ありがとうございます。